今回ですね、EP4 曲で出すよって言ってテーマが先に4つ出されてたんです。みんな自由にそのテーマに沿って書いてきて、久々の、作品となるんですけど、積み重なってるストックが僕の中にもいっぱいあったんで、環境変わったんで逆にこれからもっと攻めていくよっていうところで、ファンキーバンドらしさっていうのも持ちつつ、そうさ、まだまだ止まらない好奇心が描く、ありがとうございます。いろいろなんか人生のフェーズが変わっていくようなこととかも、まあ、自分の中ではテーマとしてあったりとかして、ちょっと話したい部分があるんですけど、まあ、結構その町屋さんとも長年こう一緒に活動してくる中で、なんかこう多く語らなくても今回のイザナっていう曲はですね、あの世界観がどんどんこう出来上がっていって、まあ、有効の曲とかは大体わかるんですよね無心で作業できる。最初の8小節それで折り返しからさっきのアレンジに戻すっていうのをちょっと聞いてみてもいい？気持ちの問題ね彩られたを5文字の別の言葉に置き換えましょう。今までは逆に言わないでそのままやってきたんですよ。多分関係性が築かれてなければ大喧嘩になると思いますよね。なんかこうじゃなきゃいけないって思った瞬間このバンド解散すると思うんですね。本当にこの8人は昔から和楽器バンドってどういうものなのっていう風に聞かれることが、まあ、リーダーとしても多くって、だけどどれもちゃんと和楽器バンドじゃないですか。なんだろう、4曲が同列でドーンっていく感覚がすごく初めての感覚がありますね。